本日は数学界のノーベル賞とも言われるフィールズ賞受賞と賞金100万ドルを拒否し数学界から消えてしまった天才数学者グリゴリー・ペレルマンについてのお話です。2000年5月アメリカのクレイ数学研究所はそれぞれ100万ドルの賞金をかけて21世紀に解決を期待する7つの未解決問題ミレニアム検証問題を発表しました。ミレニアム検証問題は一つ解いただけでも日本円にして約1億円の賞金がもらえ、証明するのに学歴や経歴などは関係ないので誰でも挑戦できます。この7つの未解決問題は数学的な価値より証明の過程が電気回路の原理に応用できたり、インターネット、ICT、科学面でも多大な貢献が期待されている社会的価値も非常に大きい難題です。しかし非常に難解な問題なので解いてみせた人はいませんでした。ところが2002年、7つの難題のうちの一つであるポアンカレ予想を証明した数学者がいます。ロシアの数学者グリゴリー・ペレルマンです。ポアンカレ予想は1904年フランスの数学者アンリ・ポアンカレにより提出された世紀の幾何学難題で、単連結な3次元平多様体は3次元球面に同層であるという予想で、簡単に言えば宇宙の形を予想する問題です。過去マゼランが船で地球を一周したことにより人々は地球がどこまでも続く平面ではなく丸いということが分かったわけですが、ポアンカレが生きていた時代はまだ地球の姿を外から見た人はいませんでした。そこでポアンカレは船が地球を一周しただけでは地球は丸いことの証明にはならない、地球に北極と南極を貫く穴が開いていてドーナツ型だとしても船は一周できるので他の方法で証明するべきだと考えました。それで思いついたのが、長いロープの片方の端を港にくくりつけ、もう片方は船に結んで世界を一周させ、船が元の港に戻ってきたら輪になったロープを手繰り寄せてみせるという方法で、この時ロープを一度も地面から離さずに回収できたら地球は球体であることの証明であり、もし回収が不可能だったり回収する過程でロープが地面から離れてしまう場合、地球はドーナツ型であるという理論です。そしてこれを応用してロケットの後ろにロープをつけ、ロケットがどんな軌道を描いた場合でも宇宙を一周して帰ってきたロープを手繰り寄せて無事回収できたら宇宙は丸く、もしどこかで引っかかってしまったら宇宙は丸くないので外側から見なくても宇宙の形を知ることができるというのがポアンカレ予想です。ポアンカレ予想は100年もの間誰一人解けない世紀の難題でしたが、2002年これを見事に証明したのがグリゴリー・ペレルマンでした。国際数学連合は3年間にわたる検証の末、ペレルマンの証明を認め、2006年、彼を数学界のノーベル賞と言われるフィールズ賞に推薦し、クレイ数学研究所もペレルマンへのミレニアム賞受賞を発表しました。無名の数学者だったペレルマンは一躍有名になりましたが、世界が驚いた理由は彼の天才性だけではありませんでした。なんと彼はフィールズ賞を拒否し、賞金の100万ドルも受け取らずに数学界から消え去ってしまったのです。彼は家に押し寄せてきた記者に対して家の門も開けずに、私は望むものすべてを手に入れたので何もいらない、証明が正しいのならそれでいいと叫び、お金や名誉もいらないし動物園の動物のように見せ物になりたくないと述べました。彼が100万ドルが惜しくないほどの金持ちかというとそうではありません。引退した数学教師の母親と一緒に古いアパートで暮らし、収入は母親のわずかな年金が全てでした。変わり者のグリゴリー・ペレルマンは1966年にソ連のレニングラード、現在のロシアサンクトペテルブルクで生まれました。数学の教師だった彼の母は息子の教育のために大学院を諦めたほどで、そんな母親の期待に応えるかのように彼は当時史上最年少の16歳で国際数学オリンピックに出場し、満点で金メダルを獲得してしまうほどの才能を発揮しました。そして入試免除でレニングラード大学に進学し、1990年には数学および力学で博士号を取得します。その後レニングラードのステクロフ数学研究所で本格的に研究活動を始め、1991年にはサンクトペテルブルグ数学会賞を受賞し、1994年にはリーマン多様体に対するソウル予想を解決し注目を集めます。さらにアメリカのさまざまな大学でも研究を行い、1995年にはスタンフォード大学やプリンストン大学などを含むアメリカ名門大学から教授として招かれましたが、すべて断りステクロフ数学研究所に戻ってしまいます。
1996年にはソウル予想を解決した功績でヨーロッパ数学会から賞が授与されましたが、授与式には参加しませんでした。そして2002年11月、ペレルマンはポアンカレ予想を証明する論文を発表します。論文の発表と同時に彼は世界の注目を集め、世界的な天才数学者と呼ばれるようになります。たった3ページの証明を検証するために作成された報告書は数百ページに上りました。しかしその後ペレルマンは家に引きこもり、宇宙の秘密に迫っているのに100万ドルを終えるものか、研究結果だけで大衆と対話したいという言葉を残し、数学界から姿を消してしまいます。2011年にはロシア科学アカデミーの会員資格も拒否し、2003年にステクロフ数学研究所を辞めて以降、現在まで無職で数学の研究も放棄していると言われています。ではなぜ彼はお金や名誉を拒否し、才能まで無駄にしているのでしょうか。彼の知人や友人の証言によると、彼はふと数学は議論が非常に苦しいテーマだということを悟ったと語っています。これは彼が数学が嫌いになったり限界を感じたのではなく、数学界に失望してしまったということです。彼は以前ザ・ニューヨーカー紙とのインタビューで、数学コミュニティの道徳基準に失望したとも述べています。彼がこのような発言をした理由として最も有力な背景とされているのは、中国系アメリカ人数学者のヤウ・シントゥンの政治工作です。ヤウ・シントゥンは中国政府の支援を受け、中国科学技術界の人材の世界進出を先導している学者で、数学界でも非常に有名で評価が高く、難題を解決してアメリカ国家科学賞も受賞しています。つまり中国でもアメリカでも最高の権力を持つ数学者と言えるのですが、ヤウ・シントゥンはこれをいいことにペレルマンの証明を弟子に丸写しさせ、ペレルマンの証明には欠陥があり、自分たちこそが完全なる証明を行ったという彼らの発言を後押ししたのです。ヤウ・シントゥンは中国人が世紀の七大難問の一つを証明したとでっち上げて、中国人数学者の地位を高めようとしました。ロシアの貧しい数学者一人くらいは言論工作でどうにかできると思ったのでしょう。ヤウ・シントゥンの横取りプレート、これを見た他の数学者が攻撃に出なかったこと、この一件がペレルマンを人間不信にさせたというのは数学界では有名な話です。信念と心の傷によって隠遁生活に入ってしまったペレルマンは、相変わらず古いアパートに住んでいて、森を散歩しながらキノコ狩りをするのが唯一の趣味であり楽しみで、これ以外にはほとんど外出はしないそうです。しかし変わり者の天才への関心はまだ熱く、取材に来ては断られ、帰っていく記者が絶えないといいます。高潔な精神を持ち、名声が高まるほど世間から隔絶していったペレルマン。もし彼が2003年以降研究を放棄していなければ、世界がどれほど発展していたのか気になってしまいます。お金も名誉も拒絶した天才数学者、グリゴリー・ペレルマンについてでした。